はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。ガンダムオンラインなんですけど、ちょっと今日は趣向を変えてですね、違うことをやろうかなと。お知らせというか、なんというか変わったことが起きたのでちょっとお見せしようかなと思うんですけど、グラフィックボードでね、 GeForce 入れてる方のみなんですけど、NVIDIA のね、 GeForce Experience っていうのを開くとですね、自分がインストールしているゲームの中で、この GeForce でね、最適化してくれるっていうね、項目があるんですね。で、全てのゲームには対応してないんですけど、今私の方でゲーム、動画の方でね、YouTube の方でお送りしてるやつで、ダイイングライトとかはね、それに当てはまってるので、これで最適化した状態で、撮影してお送りしてるんですけど、それがですね、設定ここで、今すぐスキャンっていうので、スキャンをですね新たにしてもらって更新するとですね、なんとガンダムオンラインがですね、ここに表示されるようになりました。見てお分かりのように洋ゲーばっかなんですよ、基本ね。私が持ってるゲームが洋ゲーばっかっていうのせいもあるんですけど、これ全部Steam からダウンロードしたゲームばっかりなんですけど、その中になんとガンダムオンラインが入ってくるようになりまして、で最適化するとですね、ほぼ最高画質で設定されてんですけど、これはあれかな、配信しない場合、録画しない場合ですね、録画しない場合はこの状態が私のパソコンの中で最適化されているって意味だと思うんですけど、私のパソコンのスペックは、この動画のね、この動画に限らずなんですけど、ガンダムオンラインの動画すべての、備考欄のところにスペックが書いてあるので、そちらを参照していただければと思うんですけど、かなり重いですよ、この状態でやるとね。そういう状態がベストだと GeForce Experience はおっしゃっているんですが、いかがなもんなんでしょうか。ちなみに私のモニターのね、大きさの関係で、普段お送りしているのは 1600×900 です。なので、HD 画質プラスアルファぐらいの大きさで、フルハイビジョンではありません。なのでその分ね、ちょっと軽くはなるんですけど、ずっと下げていくとですね、もうフルですね、フル。この下は自由な設定になっちゃうのであれなんですけど、ここまでで見ると、今まではね、影はオフにしてました。影オフにしてエフェクト深度とオブジェクト深度はね、このぐらいまで下げてたと思うんですね、確か。それが今はフルの状態になってます。で、影もオンになっちゃってるんで、どうなんでしょうね。一応これでね、何回か撮影したいと思います。視野角も目いっぱい広がった状態ですね。これでいかがなもんなんでしょうか。あれ、これ A タイプ B タイプって肩越し、B タイプ、普段 B タイプですね。高スペックを押すとね、この状態になるかな。明るさが目いっぱい明るくなるかもしれないですけど、いや、びっくりですね。ということで、本日は何日だっけ、2月の8日ですね。2月の8日以降に、2017年2月の8日以降に撮ったお送りするガンダムオンラインの2、3回ぐらいはおそらくこの最高スペックのままで、録画したやつをお送りすると思います。一応動画の最初でね、一言入れたいと思うんですけど、どんな感じなのか、 FPS、右下に表示されてますので、どんなもんなのか見比べてみていただければなと思います。皆さんも
ね、GForce 積んでいる方は同じことができますんで、いかがなもんなんでしょうか。これ撮影したら重いと思うんだよな、この状態だとね。まあというお話でした。まあ GForce Experience ガンダムオンライン、公式採用されましたという動画でした。いやーどうですかね、ちょっと楽しみではあるんですけど、もしかしたらね最適化ってなってるんで、今まで以上にキビキビくるくる軽く動くように、最適化されたのかもしれないという、まあ、どうですかね、まあ、期待をちょっと兼ねてね、この後プレイしていきたいと思います。ということで最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。